こんにちは、菅野です。今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、この手ぬぐい、いつも実用的に使えますよと、ね、タオルよりかはね、いいんじゃないですかみたいな話をね、私いつもお伝えしています。実際ですね、使い勝手がいいもんで、掃除であったりとか、ハンカチ代わりに使ったりとか、いろんな使い方ができるのが手ぬぐいなんですが、今日ちょっとご紹介しようと思っているのが、インテリアとしての、ね、手ぬぐいなんです、ちょっと見ていただけますか。こういった形で額に入れるっていう飾り方なんですが、これですね、ちょっと見えにくいですかね。こんな感じですね。額に入れる、いろんな額ね、今売っています。縦型のこういうふうに入れてもいいでしょうし、横にこう入れてもいいでしょうし、いろんなね、見せ方ができると思うんですね。で、このインテリアとして使うっていうのがなぜいいかというところなんですけども、実際印刷されたポスターなんかもね、入れて、飾ってられる方もたくさんおられますけども、やっぱりね、入れ替えたりとか差し替えたりするときに、やっぱりその入ってるものをちゃんと直しておくのがまた面倒だったりするんですよね。ところが手ぬぐいの場合は、お伝えしているように実用的にね、使えます。ですから取ったものをすぐハンカチ代わりに使ったりすることもできるというところですごく便利なんですね。で、もう一ついいところが、四季折々で簡単に掛け替えられるというところなんですね。ですからこれが便利です。今お伝えしたような額に入れて飾る以外にもですね、タペストリータイプで、上と下だけこうね、ちょっと重しをつけて飾るという方法もあります。だからいろんな方法がありますので、手ぬぐいね、ちょっと和のテイストですよね。ちょっと琉球畳なんか引いてあるような部屋にもちょっとこういうのを飾るだけですごく雰囲気が出ると思いますね。是非ね、そんなものをトライしてみてください。よろしくお願いいたします。